しささしささへいへい、どうもこんにちは。チャオ。本日もですね、面白い企画を持ってきましたよ。はい、はい、本日の企画はですね、夕方から海に出て泳いでる魚が岩に入っていくところを見計らって夜の伝統潜りをしたらたくさん取れるんじゃないかっていう説ですね。あー、なるほどね。題して、夕方タイトル決まってるそうだ、でもそういうことですね。あの夕方ね、魚が寝る前に、海に繰り出て、で魚が、ね、出ていくじゃないですか、それぞれ思うね。でそれを見とくんですよ。はい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 、出てるなって言って、って言って潜り始めたら早いんじゃないかと思って。ああ、なるほどね、うん、警察でいう現行犯逮捕みたいなもんだ。そう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 、現行そうそう、現行犯魚付き、現行犯じゃないと捕まえきれないから。そう、警察もね、うん、一緒だよね。じゃあ寝るとこを見届けて、うん、しっかりいるのを確認した上で突撃するってこと。そう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 、ということで、じゃあもう明るいうちに、準備して海に繰り出したいと思います。はい、 OK です。行ってきます。行ってきます。
はい、お疲れ様です。お疲れ様でーす。夕方から潜って、今、時間11時過ぎてますね。ただ単に長く潜っただけだったよな。結果ですね、一応結果、こちらです、ドン。この場所ではこんな感じかなっていう評価です。夕方から潜って、うん、魚がお家に入っていくのを見て伝統潜りしたらたくさん取れるんじゃないか説を検証してみたわけよ。あそう結果として、うん、あれだな、早い時間に夕方から潜ったら魚起きてるから、うん、入っていかないね。ただただ警戒心を与えるそうそうそう、あと寝床を変えるっていう、やらない方がいいな、あんまりな、うんうん、おとなしく待ってから入った方がいい。結局現場に着いてるけど、そうそう、入れないから待たんといけんわけよ。そうそうそう、いや、まだ動いてるから待っとこうぜってから、これ今何の時間か。結果一応広いから漁場がこれ一応これぐらいは取れてる。で今回久しぶりに赤わらじ取ってますね。素晴らしい。ちょっとサイズ怪しいから一匹逃がそうね、うん、高級魚が結構いるね。赤人、マクブで、アーガイも一応いい。あとこれも一応美味しいです、うん、あのトガリエビスと、こっちがね、ミミジャーか。こんな感じですかね。はい、だいたい25キロぐらいか、もっとあるか。ということで検証結果は、はい、やらない方がいいです。夕方から潜らない方がいい。ということで今回は ここまで、はい、ご視聴ありがとうございました。Yeah.